部屋の中をカサカサと動き回る黒い物体がいる。目にも止まらないほど速くタンスの裏や隙間を走り回る。俺の部屋にいるそれは何もあの虫だけではない。今もまたちらっと見えたが、タンスと壁の隙間へと逃げていった。それは霧が人工の電飾をまとい、寒いはずの街並みはどことなくぬくもりに包まれるシーズン。俺にとってはどことなく他人事な日。そう、今夜はクリスマスだ。せいやクリスマスだというのにカップルどもは浮かれ、企業はここぞとばかりにイベントに便乗し、どこもかしこもクリスマス一色だ。なあ神の子イエスよ、今日はあんたの誕生日だろ。誰かにおめでとうと言われたかい？きっと優しいあんたには言えないこともあるだろうから、代わりに俺が言おう。すべてのカップルどもよく聞け、性別のせいに夜のせいやじゃねえんだぞと。今年は一人だ。いや、正確には今年もだが、去年はまだ奴がいた。俺には一回り年の離れたいとこがいる。名を A と言い、今夜は少し前にできた彼女とお楽しみなのだろう。あの裏切り者が。そんなことを考えていると、膝の上で寝ていたファラオ、愛犬がこちらをちらっと見やり、俺様じゃ役不足か、とでも言いたいかのように、ふっと短い息を吐いてまたつまらなそうに寝始めた。ファラオはもともと俺が A の家で居候させてもらっていた頃に拾ってきた子だった。それから1年くらい一緒に住んでいたのだが、家を出るときに A が泣いてすがるので、俺とファラオどっちに残ってほしいと冗談交じりに聞くと、即答でファラオと言われ、なんだか無駄に傷つけられたのを覚えている。最近になって A はバイトに勤しみ、彼女に勤しみ、オカルトにうつつを抜かし、学業以外のすべてに一生懸命で、ファラオを不憫に思った俺は家に連れてきたのであった。そう、決して俺がクリスマスを一人で過ごしたくないからではない。多分、いや、そう思いたい。小型犬でミックス、まあ拾ってきたので定かではない。そこから想像もつかないくらい気品があり、いつでも堂々として人の上に陣取り、自分の立場の優位を誇示するのが好きなようだ。だから彼は無駄に吠えない、走り回らない、いつでもどこか一点を見据えていると思えば、次の瞬間にはプイッとそっぽを向いてテクテクと歩く。その気高い姿からファラオと名付けた。実際は可愛くて仕方ないやつなのだが、親バカの話は趣旨からずれてしまうのでやめておこう。さてファラオはやっぱり今も PC をいじる俺の上で優雅に寝ているのだが、何かを察知したのか頭をバッと上げ玄関の方を眺めている。どうした？尋ねてみると耳をピクピクっと細かく動かし、ゆるく尻尾を左右に 2,3 度揺らす。それから間もなく玄関の方へと猛ダッシュで走っていくと、ものすごい剣幕で吠える吠える。ワンワン、うーワン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 。すると玄関の向こう側からうわと間抜けな声。うん、 A だな。確信を持って玄関へと向かう。吠えることをやめないファラオを抱き上げなだめながら、なんだなんだ、結局クリスマスを俺と過ごしたくて来たんだろうと我ながら寂しいやつ全開でドアを開けると、 A の姿はどこにもなく、代わりに包装されたプレゼントボックスと手紙が置いてあった。手紙には、これで寂しい夜とバイバイ、さあ勇気を振り絞って空気を入れよう、 A サンタより兄貴に愛を込めてメリークリスマスと書いてあった。いいところあるじゃねえか、クリスマスも捨てたものじゃないなと思いながら部屋に戻り、早速包装紙を剥がす。いや破く。この辺は大型だ。
中には何やら折りたたまったゴム人形とロングのウィッグ、うん、全軍撤回だあの野郎。空気人形、ラブドールなど呼び名は数あれど用途は一つ。きっと今夜俺を限界まで孤独の海に沈めたいのだろう。悲しいかな、男の性がなのか、はたまた好奇心のなせる技なのか、俺は今空気を入れている。それにしてもひどい作りだ。浮き輪のようなゴム質、手足がピーンと伸びたままで、顔はヘノヘノモヘジみたいに描いてある。ロングのウィッグだけはやたらと綺麗で、まるで人毛のようだ。できた人形を見て少し笑う。そしてそれをこたつに座らせ、向かいに座り、飲みかけのアルコールをぐいぐいやる。語りかけても何も言葉が返ってくるわけでもないので、すぐに飽きてしまった。旗から見たら猟奇的な光景だったかもしれないが、こうして俺とファラオと人形の夜が始まった。いつしかこたつで眠りについていたようで、窮屈な体勢と硬い床に耐えきれず目が覚めてきている。寝ぼけた頭に深酒、ちょっと飲みすぎたかな。つけっぱなしのテレビから聞こえてくるクリスマスソング、まだぼやけたままの意識で見た光景に、ああ夢を見てんのか、ぼそりとつぶやいた。俺の腕の中には S が抱かれている。彼女の髪が腕枕をしている俺の腕に絡まっていく。こたつに二人抱き合ったまま寝ていればそりゃ窮屈だとか冷静に考えている。でも心地いい、このまま寝ていたい。彼女の髪は腕から肩、胸にかかり、上にかぶさってきたようだ。愛おしい。そう思った瞬間、彼女はまるで俺から引き離されるように後ろへと引っ張られる。ギャー、やめろこのクソ犬。くぐもったような重たい声が聞こえるのと同時に、俺の体にまとわりついていた髪がさーっと離れる。 S じゃない。驚き目を見開くと、そこには真っ黒な何かがいた。そしてファラオがその何かを加えたまま力いっぱい後ろに後ろに引っ張っている。言葉が出ない、状況がつかめない、わけがわからない。その間もファラオはうーっとうなりながら首を左右に振り、それを引っ張る。ギャー、このやめろーと重たい声が響く。その真っ黒な何かは人の形をしているのはわかるが、暗くて見えない。まず俺は照明を消した覚えなんかない。そのものとは反対側へ飛びのき、壁際のスイッチを手探りで入れる。そこには全身が毛でぐるぐるに覆われた空気人形がいた。ロングのウィッグはうねうね動きながら人形に巻きつき動いていた。その毛をファラオは必死に引っ張り、俺から遠ざけている。ブワーと気味の悪いうなり声を上げながら、それは次第にファラオにも絡まっていく。クーンと気高いファラオの口から聞いたことのないような苦しそうな声が漏れている。その瞬間、俺の中で何かが吹っ切れた。てめえ何してんだと、四つん這いになっていた人形の脇腹あたりを力任せに蹴り飛ばし、机の上に置いてあったジッポーオイルを手に持ち言う。お前よく燃えそうだよな。その言葉が聞こえたのか、蹴りが効いたのか、それは一目散に玄関へと這いつくばるように走っていき、部屋を出ていった。ファラオは最後の最後までそれを追いかけ、最後に渾身の一髪をくれてやったらしい。ドアが閉まった後もずっとワン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 と吠え続けていた。もういいよファラオ、助かった、ありがとう。心の底から感謝した。あれが何だったのか今ではどうでもよかった。
ファラオの最後の一撃で噛みちぎった毛は玄関でうねうね動き、慌てて玄関横のシンクの隙間に入っていってしまった。人生ってのは無慈悲だ。なんてクリスマスだとファラオを抱き上げ、ジップオイル片手に震えたまま朝を迎えた。もう眠れなかったのは、ふとベッド横にある窓から外を見たときに、うねうね動いている何かが、まだ外からこちらを見ていたからだ。次の日、A を呼び出して盛大に説教をしたのは言うまでもない。どこであんなもん買ったんだと聞くと、家の近くにある骨董屋だそうだ。その日のうちに見に行ったが、その骨董屋はなかった。答えは闇の中。いくら好奇心旺盛な怖がりでも、もう関わりたくないと思った出来事だった。だから今も家には、部屋の中をカサカサと動き回る黒い物体がいる。目にも止まらないほど速く、タンスの裏や隙間を走り回る。今もまたちらっと見えたが、タンスと壁の隙間へと逃げていった。いつしか燃やしてやろうと思う。俺にはファラオという最強の相方がいるのだから。メリークリスマス。